皆さんこんにちは、ハヤトです。今回は信長の野望大使をプレイしていきます。前回ついに武田家を滅ぼし家臣団を配下に加えた長野家、今回は折り返しのおまけ会ということで周囲の状況の確認と新たに加わった家臣団を確認していきます。はい、というわけでとりあえずね、現在の状況を見ていってみましょう。領土はこんな感じになっています。ちょっと上杉の家紋と色が似ているから分かりにくいんですが、ここが我が国の領土です。まあ、形的にはね、もともとあった、長野家の領土プラス上杉から沼田城を奪って、あとは武田家の領土を奪った感じだね。武田の領土を奪って、まあ、あとは信玄がなんか、畠山とか攻めたんだよね、能登半島の方に、攻め込んで、領土を奪い取りました。あとなんかおまけで変な城もありますね、ここにね。小田原城。はい、今南部がすごく、広がってるね。安藤も大きいなって思ったけど、少し南部に食われかけて、ちょっと一時期ほどの勢いはない感じだね。北条は今でも元気です。最近は信長と戦争してるね、織田家と。織田家はもうものすごくでかくて、まだ浅井朝倉との同盟は続いてます。浅井がちょっと拡張してるね。信長との同盟を生かして。うちは信長の娘をお嫁さんにもらったので婚姻です、ここはね。で今、信長は、毛利高元と戦争を始めたみたいだね。はい、長宗我部はもう滅んだんだね。うん、長宗我部は信長に食われて亡くなりました。次は毛利の番だね。大友はまだ島津とは戦争してないみたいだね。島津が南九州で落ち着いちゃって北九州まで伸びてないね。じゃあ次は、外交状況、近くの国の外交状況を見てみようか。うちの状況です。上杉との同盟はもう切れちゃったんだよね。勝頼と景勝の同盟が結ばれてたんだけど、それをまあ知ってたんだけどね、気にしないで勝頼のとこ攻め込んだら上杉から同盟切られちゃって、まあその代わりね、南部安藤と同盟結んでます。南部さんはなんか南部春政もうあれかな、寿命が近いのかな。北海道に隠居しちゃったけど、ちょっと前までね南の前線にいたんだけど、まあ大北条の前線は佐竹義重に任せてる、鬼佐竹に。だからまあ自分はもう隠居しようかなってとこなのかもしれないね。寿命もそう長くないんじゃないかな。北条は同盟なし、上杉ももう同盟ないね。唯一の同盟国である武田をうちが滅ぼしたからね。徳川はまあいつも通り信長と同盟です。はい、あとは朝倉と本願寺が同盟だね。浅井はまあ朝倉と、あと織田だね。毛利とその他は特に同盟なしって感じだね。あ、大友宗麟は前線まで出張ってきてるね。信長と戦争するつもりなのかな。大友毛利で同盟結んで信長と当たればいいんだろうに。まあ仲悪いよね、当たり前だよね。もう信長を止められる勢力がいなくなるんじゃないかっていう、そんな感じです。というわけで現状確認コーナーでした。はい、というわけで、今日はまず武将を見ていってみましょう。前回武田家を滅ぼしたことで大量の武将を手に入れることができました。これだけいます。この武将をね細かくちょっと確認していきましょう。秋山信朝57歳です。まだ、能力が素晴らしいね。統率87、武勇88、知略86、超エースです。今までのうちの家臣団に比べたら、今までのうちはね城の方が武将より多かったからね、その辺の村長を登用してくればいいのにっていうレベルだったんだけど、年齢57歳か。でもこの頃の平均寿命はそんなに長くないからね、57歳でももうおじいちゃんだね。どんな武将かというと、武田家の幹部だね。武田軍の猛牛と評されたほどの猛将、岩村城に籠城して織田信長軍と戦うが敗れて捕虜となり貼り付け刑にされた。信長に殺された人なんだ。これからきっと信長と戦うこともあると思うんだよね、最終的には。その時には信長と戦ってもらおう。まあちょっと寿命が怪しいんだけど。はい、そして次、じゃーん、井伊直政、すごいまだ23歳です。素晴らしい、素晴らしいよ。90超えです。能力も統率90、武勇93。これからうちのエースになる人材です、井伊直政。
徳川家臣、徳川四天王の一人。軍曹を赤で統一した軍兵は赤鬼と恐れられ常に戦法を争った、まあ、なんで武田家にいたのかはよくわからないんだけど、飯直政も家臣になりました。すごい、統率80とかがいっぱいいるすごいな。一条信達、誰だ一条信達って。武田信玄、あ、武田信玄の異母弟だから弟なんだね。血も半分つながってるんだ。信玄の弟か、一条信達。甲斐源氏の流れを組む一条家の名跡を継ぐ。信玄の遺言により勝頼の後見人を務めた。へえ。まだ45歳だからもうちょっと生きてくれそうだね。能力も高め。井出浦盛清、この人も武勇89もある、知略も84あるぞ。武田家臣、村上義清の士族、うん、あ、忍者の同僚だって。井出浦盛清、忍者も仲間になった。まだ38歳だからいけるね。うちの家臣団は60歳70歳とかだからもう危ないんだよな、年齢的に。今まで能力値平均30とかそういうやつらを重用してたけど、もうあいつらはどっか狭い城に押し込めることになりそうだな。大久保長安、あれ、この人も徳川家の武将だよね。内政91。徳川家臣、なんで徳川家臣がいるんだろう。あ、そうか、武田と徳川戦争してたから捕虜にされて武田家に登用されたんだね、きっと。これ四家の天領の統括、新技術を利用した金銀の採鉱、まあ、これ幕府にかもう携わった人だもんね。いわゆる表の武将たちだよね、徳川家の。な、負け組武将たちだけじゃなくてちょっと勝ち組の武将も入ってきてるね。あ、小山田信繁って、この人裏切った人だよね、確か。勝頼の死後裏切り者として切られた。武田家末期はね、家臣たちがどんどん裏切ってるからね、武田家を。神原、なんか偽の織田信長みたいに出てきたわなんか悪の抜けた信長みたいな見た目だけど。神原幸貞さん、この人は誰なんだ。真田幸高の弟、あ、真田幸高の弟ってことは真田幸村のおじいちゃんの弟ってことだね。真田昌幸のおじさん。へえ、神原家に養子に入った、だから名字が違うんだ。神原幸貞もう61歳だね。さすがにその年代だと他に優秀な武将はいないのか。あ、真田信忠、この人も真田一門だね。真田家臣、幸高の子。ということは、あ、真田昌幸の弟、まだ37歳じゃないか。残念だけど、真田昌幸と真田幸村は織田家にいるんだよね。一門が分かれて戦争になってしまってるね。どっちが勝っても片方は残る形になるね。っていうか、あれだな、優秀な方を取られて、優秀じゃない方が残った感じになっている。正幸が向こうで信忠がこっちか。負けるなよ、兄さんに負けるな信忠。でもそれでもうちに入ったらもうスーパーエースだよ、こんなの。80超えがあるっていうだけでね。うちの平均能力値40ぐらいだったからね、多分。真田信綱、真田家臣幸高の長男。幸高の長男ってことは真田正幸のお兄ちゃんだね。長篠で死んでるみたいだね。そうか、武田家臣だったから。そして真田信幸、来ました、真田家のお兄ちゃんです。真田幸村のお兄ちゃん、正幸幸村とね、たもとを分かって真田家を存続させるためにね、西軍東軍に分かれたんだよね。真田の出身、能力値はまあまんべんなく高い感じだけど、ちょっと物足りなさは感じるよね、真田一門って考えると。正幸の長男、徳川家臣本田忠勝の娘をめとった縁から関ヶ原の合戦では父や弟と別れて東軍に属す。この人がいたおかげで真田家が存続したんだね。この人にも大活躍してもらわないとね。まだ18歳だからね、できれば弟の方が欲しかったけど、まあ仕方ないでしょう。武田勝頼、あれ、武田勝頼思ったよりも能力、あ、いや、統率90あるね。まあ伸びた分もあるけど、統率90の武勇92、エースです。この人は武田信玄の息子だね。あのお兄ちゃんたちがね、もともと病弱で亡くなったりとか、あの病気で目が見えなくなって出家しちゃったりとか、あとは今川家との同盟の時にね、あの今川家から奥さんもらったんだけど、今川義元が撃たれて、もう今川落ち目だから攻めようって言って、いや、うちの嫁さん今川から来た人なんだけどって言って、父ちゃん信玄に逆らったら、いや、じゃあお前はもう追放なって言われて追放先で死んじゃった。いろいろあって武田勝頼が武田家を継いだんだよね。上が全部、上が3人ともいなくなっちゃったんでね、一番上がその裏切り者、裏切り者っていうとかわいそうだけど、信玄が裏切り者みたいなもんだけどね、印象的には。で、まあ、あの一人のお兄ちゃんは早くして亡くなっちゃって、一人のお兄ちゃんは病気になっちゃってっていうことで、武田勝頼が、お前武田家に帰ってこいって言われて帰ってきたんだけど、帰ってきて1年ぐらいで信玄が死んじゃったみたいだね、どうやらね。はい、というわけで勝頼、統率90の武勇92。
これもエースですね。まだ38歳だからね、頑張ってもらおう。あとはなんか武田の一族が結構いるね。武田信繁、武田信虎の次男。あれ、あ、信玄の弟だね、武田信繁。おお、強い強い、いいぞ。統率90もあるじゃないか。っていうかすごい能力高いね、武田信繁。信玄を副将として支えた人なんだね、武田信繁。本来だったら川中島で死んでるのか。川中島の合戦で本陣を守って戦死してる。今回は川中島の合戦が起こらなかったからね、信玄が一生懸命能登半島を攻めていって全然上杉に攻め込まなかった。この世界戦ではそんなことはなかった。超継ぐ面。僕はこの人のことを昔の信長の野望シリーズはずっと超族連って呼んでましたね。絶対違うんだけど、名前だけすごく印象深い人です、僕の中では。超族連。すごいどうでもいい話だけど。内藤正豊さん、もう62歳です。いつ死んでもおかしくないけど、落ち武者ヘアーですね。統率93。全能力値が80を超えている。大エース。まあこの人にはものすごく苦しめられたからね、3回ぐらい合戦で負けたよね。仲間になれば頼もしいけど、こういう人って仲間になったらすぐなんか病気になってね、寿命で死んじゃうんだよね。あとなんかいるけど。年齢49歳。強い。統率も88。文官寄りだよね。丹羽長秀さん。この人は武田家の家臣じゃないです。この人は織田家の超幹部です。しかも古参の幹部。信長をずっと支えてた人なんだけど、なぜか武田にいた。あの、織田武田戦争で多分捕まって武田軍に仕官したんだろうね。それを武田を滅ぼしたうちがもらったっていう。まあ、信長はうちからしたら、義理の父親に当たるんで、今。返してあげてもいいぐらいなんだけど、まあ、返すコマンドなんてないからね、このままうちで働いてもらおうかな。まあ、信長とね、会う機会もあるだろう。ちょっと気まずいだろうね。あ、信長様すいません、みたいな。裏切り者が、みたいな。あとは誰かいるかな。あと畠山の人たちもいるみたいだね。大した能力ではないね。はい、馬場信春、来ました。統率100あります、もう。強い。強すぎるんだよな。そして年が行き過ぎてるんだよな。69歳ってもうすぐ死んじゃう。信長との戦いにはおそらくもういないだろうね。69歳か。すごいじいさんだよな、もう。武田家臣、武田四名臣の一人。長篠の時に死んだ人だね。馬場信春にも期待している。武田家の信玄を支えた、信玄時代の幹部だった人たちがとにかく能力が高いんだよね。その人たちが、まあ、寿命が来る前に、長篠も起こらなければ三方ヶ原も起こってないし、川中島も何も起こってないからね。その辺で死んだ人たちって誰も死んでないから、寿命さえ来なければもう少しは頑張ってくれると思う。その人たちが死ぬ前に、誰でもいいから優秀な家臣を増やさないといけないね。お、望月千代目、女の子だね。武勇94もあるけど。武田家臣、夫が川中島の合戦で討ち死にすると武田信玄にくの一として使える。あ、忍者だね。歩き巫女、忍者です。山形正景、来ました、山形正景。この人はあの信玄と言い仲だった人だよね。赤備えの元祖、赤備え、元祖じゃないけど赤備えの人、はい、統率98、武勇100超えです。なんと101。55歳、まだもう少し生きてくれそうだよね。武田家臣、軍曹を赤で統一、赤備え、かっこいいよね、赤備えは。この人とね、あの井伊直政2人いるんだよね、赤備え。ダブル赤備えです。新旧赤備え両方取り揃えております。こんなもんだね。はい、というわけで、これだけの家臣が配下に加わりました。というわけで現状確認おまけ会でした。武将も増えたので少しクリアへの可能性が出てきたと思います。次回からはついに上杉家との戦争が始まります。お楽しみに。